現実にある、奇跡的な事例、に依存すべきか、それともその肩書き、を重視すべきか。本来のアメリカンドリームとは仮想の存在がのし上がる、そういうものだったわけだが、それ、はすっかり姿を消してしまった。アメリカの開拓者らは、イギリスのそれから、逃げて、アメリカに渡ったわけだが、アメリカは、アメリカらしさを失ってしまった、定番。ハリウッドはあるいは今も、新薬以外での利益税、それを持ってないのかもしれない。現状、創作者らへ要求できる状況は発生した、とは言いたいが、聞いてるかどうか、それは微妙に不安。できないとき、そこには犯罪性があり、できないとき、そこは金銭的に窮乏し、できないとき、敗北は近づいて、そうだろうか？積み上げた課題、それはちょっと看過できない。できればそのまま埋めておきたい話。選択。